マゲジ、マノキチカが、早くも、着工から1年半と経ち、驚異の変貌を遂げているのをご存知でしょうか。今回は、このマゲ島着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口永良部島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上およそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km。周囲の海岸線長は 16.5km、標高は最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。ま、ゲジ、マを含む大隅諸島は、北側に日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で、重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による、警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に、日本側も、滑走路の整備により、航空戦力や、港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。
その後、1950年代に入り、マゲジ・マギは民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、道東に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む意図があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に、会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに西の表市の所有する部分がある程度で、大半が同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際のその艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地として、マスメディアによる報道がなされた。FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば、搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは、小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に駐機場所となっている厚木基地から、硫黄島までは、およそ 1200km、また、岩国基地からも、同 1400km と距離があり、アメリカ側から、代替地の確保が要求されてきた。このことから、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は、岩国基地からであれば、およそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より、防衛省は馬毛島の活用に、前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから、実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンエアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で、馬毛島の買収は決着、
今の仮称、馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと、在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が、年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって、仮称、馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、個人的には期待している。今、まさに、護衛艦、加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦、加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH60 キロ哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である。F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型、通常離着陸機型と B 型、垂直短距離離着陸機型、および C 型、艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント、ストライキ、ファイターの略称、JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は、ストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、
下方向への推力を得る。その際には、額前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新天原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練、フィールド、カリー、ランドイング、プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていた。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は第5空母航空団の FA-18E、FEA-18ギガ、E-2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に、FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲片空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際には、アメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に、米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、
F3 ボエイや F15J が、短い滑走路しかなくて離着陸負荷となるような小さな当初でも離発着が、可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は、日本の国会で、野党から、出雲型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。